乗りたいのか。おじさん、大人っていいな。乗りたいと思えばいつだって乗れるんだろう、オートバイに。仲間になんか会えたんだ。一対して堂々とやるんだぞ。バッター、ダーダー、お前の負けだよ。捕まった。よし、俺が相手だ。よいしょ。弱音吐きやがって。勝負なんねえや。あいつはどうしやらねえ。ちくしょう。やる気だな。よし、勝負だ。ガソリン代出しなよ。勝負はついたんだぜ。おう、舐めてんのかよ。あっちのガソリン代も出すんだ。おう、サブ、次の勝負だ。よし、おい、頼んで。ああ。おい、あんな雷族にかかっちゃう。サブ勝負だ。よし。おう、予定通り10台分終わったんだ。これ以上調子づかない方がいいよ。さあ、別荘帰って宿題だ。みんな平等だ。そんなことしてたらいつ独立できるか分かんねえよ。分かんねえやつはつまみだぞ。分かったよ。
兄貴、一人1300円で上には立ち入るんだまりで。じゃあその半端だけ積み立てるの回しとけ。おばった、元々返したやつリスつけて220円払えな。ちぇ、細けえなけやにゃ、リシャ負けといてくれよ。バカ野郎、俺だって昔のヤクザじゃねえんだぞ。できたわよ。おばった、すまねえがウイスキー買ってきてくれ。オッケー。かっぱらってくるんじゃねえぞ。姉の後がちゃんとお客様に買ってくるんだ。分かってら。サブ、積み立て出しちゃんな。ケンさん、あるわよ。ほら、お金が貯まったら姉ちゃんみたいな金も入れたいんだ。クロちゃんおしゃれだからね。違うよ、スマートな格好してると大人は信用するんだぜ。それでお前は貯めた金をみんな金歯に使ってしまうのか。うん、だけど金歯は俺の希望だからね。俺はパーッと使っちまうんだ。金を使うためにあるんだ。生活性が必要だぞ、田舎者にはね。何？おい、喧嘩なら外でやれよ。母ちゃんいつも死んじまえ死んじまえってあたいに言うんだ。生まれてこない方が良かったんだって。だからあたいいつも死んじまった方がいいのかなって思ったんだけど、こんじいさんが生きてる方がいいって。生きてるから結婚しゃ切られるんだって。本当にそうだね。お前たちじいさんとどうして知り合いになったんだ。なんだ。言えないんだ今。そうか、じゃあ俺は帰る。もう帰る。さあ帰った。お前たちも遅くなんないうちに早く帰るよ。ダダ、お前週間も学校行ってねえんだろ。明日行くよ。ああ、ヨコ、お前もう少し行ってやんなよ。俺はちょっと用事があるんだ。いや、そこまで送った。考えたもんだな、鴨奥兵。これ本命処分だ。徳田殿ですね。チンピラどもには俺たちのことを喋らない方がいいよ。あいつらのことはあんまりひどく書かないでください。別荘のこともヤバいから。いっぺんにバラしたら俺も記事がなくなるから。それよりあの話頼みます。9月に20歳になるんです。全員の口か。やっぱり漁師の息子だな。これしけて持っていかれたでしょ。だからどうしても船に乗りたいんですよ。任しとけ。東京汽船の重役をしてるから。ネタの方を頼むぜ。ええ。お前もう大人なんだからね、うちのこと手伝うのは当たり前なんだよ。貯金して俺高校に行くんだ。人が笑うよ。うちみたいな貧乏人はね、学校なんか行かないで働いてりゃそれでいいの。誰がうちを貧乏したんだ。母ちゃんかい、父ちゃんかい。お父ちゃんに決まってんじゃないか。父ちゃんがだらしがないからだよ。父ちゃん勉強どころの騒ぎじゃない。まあ、いっぱいおまんま食えるように働いてりゃそれでいいんだよ。その方がよっぽど親子だよ。やだ。おばさん、おばさん、いないわよ。あ、姉ちゃん、姉ちゃんが新聞取ったことこのおばさんに言ってくれたかい。ええ、ちゃんと新聞持ってて謝った。だけどずいぶんね、あんな嘘っぱい近くなんて。新聞も新聞だわ。旦那さんどこに住んでんだい。旦那、こないだいた男の人さ。ああ、あれはお客さんよ。この人キャバレーに勤めてんのよ。本当にごめんね、私が悪かったんだから。姉ちゃん、一緒に新聞社行ってくれないか。あの記事訂正してもらうんだ。山本君、山本君、君都会議員の山本さんのお坊ちゃんでしょ。ええ。どうしたのその怪我。喧嘩したんです。サブにやられたんだね。おじさんよく知ってますね。ガラス割ったの。はい。サブってのは不良だね。いいえ、うちが貧乏で気の毒なんです。休長だから不良なんかじゃありません。それに今日は僕の方が悪かったんです。どんな理由があっても暴力を振るうことは振るった方が悪いと思います。この意見に賛成の人は手を挙げてください。はーい。サブ、手伝いよ。何グズしてんだ。今さら考えることはねえだろ。おとりなさいとばかり置いてあるんだ。俺たちがやらなくても誰かがやるぜ。どうした、早くしろ。こんな金取ったって泣くやつはいねえんだぞ。分け前が増えて仲間が喜ぶぜ。分
家庭話やったもんだけ割りましゅうや。ダメだよ、兄貴が言ってるように平等に泣くんだ。あ、ケア兄、これケア兄って姉ちゃんの分だ。なんだよこれは。家庭話よ。俺は何も聞いてないぞ。兄貴に話さなくたって赤で話すぐらい俺たちもできるよ。バカ野郎、独立するまで俺たちには統制が必要なんだ。変でバラバラにやってみろ、いつか破滅だ。サブ、お前たちはまだローティンなんだぞ。お前たちが俺たちハイティンに反抗してるうちはいい、その反抗が当たり前だと思い出したらもうこの仲間は終わりなんだぞ。姉ちゃん、姉ちゃんも俺たちのしたこと名前かと思うかい。思うわ。サブちゃん、あんたのしたことスリルがあった。あんたのやったこと大人のくすぐるとないじゃない。いいか、行くぞ。いやサブちゃんよ、おめえいくら一生懸命受け飛ばしたって、初めからちゃんと目標決めてやらなきゃみんな外れちゃうじゃねえかな。うめえうめえ。気持ちよかった。いっぺんスーッとしちゃった。気持ちいいな。おじいさんまでスーッとしちゃった。本当に気持ちよかったな。お前姉ちゃんに惚れてるんじゃねえのか。ミッキーがそう言ってたぞ。違うよ、そんな何にもそんなおっかねえ顔しなくたっていいじゃねえかよ。怒ってなんかいないよ。あんたが聞いてんの会長かい。あんまり余計なことばかり言うんじゃねえよこの野郎。誰でもがいるんだ。俺たちのことあることないこと新聞社に喋らせるんだ。兄貴、誰だ、裏切者は誰なんだ。誰が新聞社に喋ったんだ。あった、何のことだよ。しらばっくんな。また何かおじいさんに言いつけに来たんでしょ。静かに。サブちゃんたち何でもおじいさんに言いつけに来るんだ。いいんだよな、子供にはしたいことがたくさんあるんだから。人生は長いんだ。泣いたり笑ったりして大人になっていくのさ。おじいさん、明日みんなで海へ行こうと思うの。おう、そりゃいいな。あ、姉ちゃん見ろ、スパーカだ。みんなスパーカだ。姉ちゃん、みんな同じなんだ。姉ちゃん、嬉しくなるのか。うん、嬉しい。嘘だ、ケア兄が来ないから嬉しくないんだ。そうだろ。そうよ。じゃあ、あの約束はデタラメだったのかよ。いや、違うよ。でもな、そうせつかえてもおいそれと口じゃないんだ。今月いっぱいって約束だ。もう俺は二十歳になるんだ。二十歳にそうくだるな。両親なんとわけが違う。資格がやかましいんだ。船会社の自虐に直接会わせてくれよ。そう簡単にはいかないよ。お前、俺をただ利用してたな。利用？お互い様じゃないかな。ネタ代は払ってあるし、君も結構うまくやってるよ。なんだと？君は俺の記事に満足してたろ。君はスーパーマンだったからな。十分自分の白いズムを満足させたはずだ。バカ野郎！
満足したかい。君に忠告しとくよ、暴力は敗北だってね。てめえの金の方がよっぽど。世論が味方してくれるんだ、世論が。The word is also used today in many other languages. The Earl of Sandwich was an English. Language ってなんだ？ Language? Language だろ？言葉だ。今の。どうした？裏切られたんだ。指揮所、よくも裏切りやがった。あと1週間で二十歳だ。1週間で独立の資金を稼がなきゃ俺の生き方は挫折するんだ。二十歳でおさらばしなきゃ30になったってこっから足洗えんだ。どうする？稼ぐんだよ、100万稼ぐんだ。金が欲しい、俺は金が欲しいんだ。陽子、明日からアポに稼ぐぜ。リッキー。いや、あの話兄ちゃんに話しな。爆弾赤字なんし、うん、卵売りしてると聞いちゃったみ。ボスのウィンザーが大阪に運びたいんだってよ。で、その運転手を探してるの。顔の知られてない関西にヤクザにいるんだよ。ボスに当たってみるか。ウィンザーがよく任せたわね。押しのいってさ、ウィンザーのやつ最初は警戒してたがね。パトカーだ兄貴、パトカーだ。指揮所止められたら荷物調べられるぜ。兄貴、やれ、ぶっ飛ばすよ。降りてもらおうか。何が組か。何が組がお前を待ち伏せるかよう考えてみ。何組だい。淀川一家のもんや。おいろ、こいつを何屋組に渡されたらわしらの命に関わんねや。私たちはどっちだっていいの。トラックグルメ買ってくれな。100万円あるわ。よし、負けてやら。おう。今日は何日だ。9月5日よ。間に合ったな。明日は俺の誕生日だ。いよいよ二十歳になるんだ。田舎に帰って一旗あげるぞ。おめでとう、よかったわ。サンキュー。ほっとした。私まだまだこれからが大変だよ。田舎で私たち何するの。陽子、お前勘違いしてんじゃないか。え、今日までの中すっかり落とすつもりなんだぞ俺は。お前もその赤の一つなんだよ。今までの赤一つでもつけてたんじゃおさらばなんねえじゃねえか。世話になったな。大人は俺たちの思った通りには答えてくれねえんだ。サブ、みんなで分けな。じゃあアバよ。兄貴、今度稼いだ金は100万だったぜ。なぜ今の通り分けないんだ。労働に埋めた金も全員独立するのが俺たちの力じゃなかったわ。うるせえ。兄貴、裏切るつもりか。サブ、出しゃばった口聞くな。子供には大人の気持ちは分かんねえんだ。分かってない。何から何までしょっぱしに来るんだ。兄貴もそんな若い子の仲間に入ろうってのか。あの新聞記者でやっちゃえた大人になろうってのか。あんなの腐った野郎だ。俺たちのこと食い物にしやがって。兄貴だな。でたらめの新聞に行ったのが兄貴なんだ。今頃気がついたのかい。火災だけは予想通りみんなに分配してくれ。アンキー、サブ、金が欲しかったら出てくってこい。俺は明日田舎へ帰る。オートバイでな、いつでも会えてんだったらぜ。姉ちゃん、姉ちゃんいいんか。兄貴と一緒に行かなくていいんか。行かないわ。今までは今まで行かせてやんなさいよ。私は私よ。人の中にはなりたくないわ。
怖かった。でも俺たちには独立の希望を与えてくれたいい兄貴だった。しかしあんなことしても起きたお金で本当に独立ができるんだろうか。俺たちには分かんねえや。